中国共産党第17次全国代表大会は2007年10月15日から21日までの間北京で開催された中国共産党の全国代表大会である。略称は中共17代。大会のテーマは中国特色社会主義の偉大なる旗を高く掲げ、商工社会の全面建設に向け奮闘努力し、勝利しようというものであった。 この大会で、古今東総書記を党の中心とすることが再確認され、また、科学的発展観を党の主要方針とすることが党規約に明記された。中国共産党中央委員会委員として204名、中央委員候補167名、中国共産党中央規律検査委員会127名が選出された。 次のリストはあくまで17代の主要メンバーであり、中共中央と呼ばれる党中央委員会ではない。党中央委員会は口述する一中全会で選ばれる。17代は2007年10月15日午前9時に開会し、まず、胡錦藤が登場して演壇に立った。次に3年前に中央軍事委員会主席を引退してからは、党の役職から完全に身を引いた。 高沢民が登場した。次に、ご報告が登場したが、古近東とは5メートルほど離れた位置だった。出席者は、過去に死去した元中共幹部の毛沢東、東昌平などに黙祷を捧げた。その後古近東に長い間拍手が送られた後、古近東からの政治報告が行われた。この報告で、古近東は科学発展館の重要性を強調した。 11時15分、古今東の報告は終了し、古今東は立ち向かえる江沢民らと握手を交わしながら、席に戻った。その後、江沢民は退席し、入れ替わりで、李法、中央器ら中京第三世代の指導者が登場した。中央器はかなり辛い様子で、拍手をすることも少なく、しきりに水を飲んでいた。このか、中京第二世代の指導者である、下国法、万里、 総大らも壇上に姿を見せた。国近党は第16回中央委員会の業績を12に分けて報告した。中共17大が開かれた北京人民大会堂、過去5年間の業績、改革開放路線の進捗、科学発展感をますます進捗させたこと、商工社会建設の実施、国民経済を促進し発展させたこと、 社会主義民主制発展の堅持。社会主義文化の大発展と大繁栄の推進。社会建設のため民生改善を推進したこと。国防と軍隊の最新化を実現したこと。一国二制度を推進し、全国和平統一を実践したこと。道路建設を終始滞りなく推進したこと。改革送信精神をもって、中京の建設工程を全面推進したこと。 17大最終日の10月21日に、党中央委員会委員の選挙が行われ、221人の候補の中から204人が選ばれた。当選率は92%であり、前期に比べて6名増だった。他に、党中央委員候補167名、党中央規律検査委員会委員127名も決められた。最も重要な中共中央。 政治局常務委員会のメンバーも決められた。高齢を理由に、蘇クレ暮れ完成、羅漢が削られ、一方で、政治申請あるいは、第五代巡領道とも言われている、習近平、李克強、古近東の子外といわれる、小遥か、霊計画が入れられた。これらは2008年初頭に引退する、前代幹部や2007年に死亡した高区に代わって、 党の権力交代が起こったことを象徴している。なお、得票状況は公開されておらず、当落の結果だけが公開されている。中国共産党第十七回中央委員会第一次全体会議は2007年10月22日午前から北京で行われた。選挙により中国共産党指導者として次のものが選ばれた。逃走初期 古今東と中央政治局常務委員会委員、中央政治局委員、中央初期どころ初期、党中央軍事委員会、中央規律検査委員会、中尾在、古、党代表第16届土中央委皆会向き大会策的告げ、適当中部、節至り2007年6月等、数7336.3万名。 中国共産党の発表では選挙で当選した者は2217名だが、1名は、党規範で取り消し、3名はすでに死去していたため、この人数となる。中国共産党第17次全国代表大会在京開幕。 h t t p w w w c p c n e w s c n g i g a b y t e 1 0 0 7 9 8 6 3 8 1 3 6 3 h t m l 2 0 0 7年10月17日閲覧中国5番記事によると出展は2007年10月21日、香港のテレビ番組、6時半新聞報道。ありがとうございます。